皆さんこんにちは、さくやです。いつもご視聴ありがとうございます。またチャンネル登録をしていただいている皆様、動画作りの励みになっております。いつもありがとうございます。今日ご紹介するお料理はデトックスレシピシリーズの第5弾で、肌荒れに効くおろしニョッキとブロッコリーのサラダになります。トマトやブロッコリーにはカロテンが豊富に含まれています。カロテンは肌の再生を促進してくれます。そして大根にコラーゲンの生成を促すビタミン C が豊富に含まれています。この時期お肌が乾燥してくる季節、ぜひ体内からお肌を活性化させていきましょう。今日は3から4人前の食材でご紹介をしていきます。用意する食材はブロッコリーが1株、大根が 120g すりおろしてあります。小麦粉が 150g、 ミニトマトが1/2パック。それでは作っていきましょう。ブロッコリーは小房に分けたら熱湯で2分茹でていきます。2分がちょうど綺麗な鮮やかなグリーンになりますので、2分茹でたらすぐ冷水にとって水気を切っておいてください。今日のレシピとは関係ないのですが、以前もご紹介したのですけれども、ブロッコリーというのは非常に高いです。特に今の時期高いですよね。で、半分以上を占める軸の部分ですねを捨てるのはもったいないです。実は、葉の部分よりも栄養価が高いです。ですので外側のね、緑色の分厚い皮のところはちょっと食べづらいのですが、黄緑色になるまで皮を剥いていただいて、このように薄切りにしていただいてジップロックに入れます。そしてこのような浅漬けの素を入れていただいて、袋の上から揉み込んで置いていただくと柔らかくなって、きゅうりの浅漬けのような爽やかな味わいになりますので、ぜひ捨てずに使ってください。本題に戻ります。ボウルに今小麦粉が 150g 入っています。そこにすりおろした大根 120g を加えていきます。ニョッキを作っていきます。ニョッキは本来ね、イタリアの食べ物でジャガイモで作るものですが、今日は酵素ジアスターゼが豊富な大根で作っていきます。大根に含まれる酵素ジアスターゼというのは非常に抗酸化力が高いんですね。よくおでんに大根と卵というのは欠かせないと思うんですけれども、豆知識ですが、この酵素ジアスターゼというのはですね、卵の殻も柔らかくしてしまう作用があるんですね。なので美味しいおでん屋さんというのは大根と卵を隣同士に並べています。それは大根の酵素ジアスターゼが卵の白身を柔らかくしているのを知っているからだと思います。ぜひおでん屋さんに行かれた時には見てみてください。大根の水分が多いのでやや粘つくとは思いますが、しっかりとダマにならないように混ぜ合わせていきます。粉っぽさがなくなったらこのまま10分ほど寝かせておきます。ニョッキの生地が寝かせたら小分を取り、平らにして沸騰したお湯に落とします。今撮影のために火を止めているのですが、実際は沸騰した状態のままやってください。しばらくすると浮いてきます。ニョッキが浮いてきたら、浮いてから1分茹でて引き上げてください。ニョッキをすべて引き上げたらトマトとブロッコリーを加えていきます。味付けをしていきます。まずオリーブオイルが小さじ1と1/2、レモンの絞り汁が小さじ3、塩小さじ1/4を入れてよく和えたら完成になります。はい、盛り付け完成しました。サラダではありますが、ニョッキが入っていることでお腹が結構膨れます。お野菜もね、しっかりと取れますので、おかずの一品として十分成り立つかなと思いますので、よろしければぜひ作られてみてはいかがでしょうか。今日はデトックスレシピシリーズの第5弾で、おろしニョッキとブロッコリーのサラダのご紹介でした。本日もご視聴ありがとうございます。